ちょっとまあ関係ない人には全く関係ない話かもしれないんですけど、今私がいる、まあ、工場なんですけど、工場なんですけど、物の移動するときに、フォークリフトを使うんですよね。で、そのフォークリフトもですね、まあ、大きく分けて2種類あって、まあ、フォークリフトの資格をね、取りに行かれたことある方は分かると思うんですけど、カウンタータイプと、まあ、リーチタイプって2つあるんですね。2種類あって、まあ、カウンタータイプっていうのは車輪がこう4つついてて、4つかなついてて、車輪のこう4つある前にこうフォークリフトのこう爪があるタイプですね。座って乗るタイプですわ、はい。で、リーチタイプっていうのは立って乗るタイプね。で、まあ、その工場に関しては一応借りてるんですけどね。で、その工場を借りるにあたってやっぱり物を運ぶっていうのはどうしても出てくるので、パレット運んだりって出てくるので、まあ、フォークリフトをね、まあ、使いたいということでフォークリフトも一緒に借りたんですね。で、その借りたフォークリフトがですね、カウンタータイプって言って座って乗るタイプね。そのカウンタータイプのフォークリフトで、動力がガソリンなんですよ。最近はもう電気の、カウンターも増えてるんですけど、まあ、そのフォークリフトはちょっと古くてやっぱガソリンなんですね。で、このガソリンが燃料となるとですね、じゃあどうやって補給すんのよって話に、まあ、なってくるわけですよ。まあ、基本ね、基本的にはフォークリフトって公道はまず走ってはいけないので、当然走ってガソリン入れに行くってわけにはいかないわけですよ。ってなると、まあ、ガソリンを、まあ、携行缶みたいなもので買って持ってこなきゃいけないんですよね。まあね、まあ、そういう携行缶をね、持ってさえいればですね、そういったガソリンスタンド、セルフとかの場所に行ってね、まあ自由に入れて持って帰ってこれるかって言われると、そうではないんですよね。携行缶に入れる場合はですね、ちゃんとスタンドの有資格者の人に入れてもらわないとダメなんですよね。ところがですね、今はもうセルフのスタンドがもう大部分を占めていてですね、じゃあ実際人のいるスタンド、人がいてもですね、やっぱ有資格者じゃないとダメっぽいので、で、なんつうかな、フルサービスでやってるガソリンスタンドですね、じゃないとなんかダメらしいんですよね。まあ、ちょっとはっきりしないんですけど、その辺がね、まあ、ダメだったっぽいんですよ。まあ、自分が入れに行ったわけじゃないんですけど、で、結局あそこのスタンドだったら大丈夫ですよみたいなこと言われて、最初に行ったスタンドからその別のスタンドの方にね、行かされたらしいんですけど、もうあれじゃないですか、そういう、ね、友人でちゃんとしたフルサービスをやってるスタンドってかなり少ないですよね。ってなってくると、今ガソリンとかで動いてるフォークリフトを、まあ、フォークリフトに限らないと思うんですけど、ああいったなんつうかな、公道を走れないガソリンエンジンで動く、なんつうかな、車といったらいいのか、なんつったらいいですかね、設備っていうのもおかしいですけど、まあ、そういったものですね、そういったものっていうのは非常に扱いがこう面倒くさくなってくるっていうところありますね。で、あれにフォークリフトとかってそんなポンポン買い替えるものでもないですし、ね、動いてるうちは農業機械なんかともそうかもしれないですけどね、動いてるうちはね、別に買える必要のないものなので、わざわざ電気のものにね入れ替えるっていうのもなかなかお金のかかる話ですしね、なんかそういうところでもこのなんか世の中の EV って流れになんか巻き添えを食ってるような感じがしていて、なんか本当にこういう乗用車だけの話ばっかりしてますけど、ま
まあ、そうじゃないんだよっていうところがね、まあ、あるという、まあ、一つの例ですね。まあ、それをまあこうなんか身近に感じてしまったっていう出来事ですね。そういうことありましたね。まあそもそもあの私が今いるところに関してはもうあのそういったカウンタータイプのフォークリフトだとあの小回りが効かないんで、ね、狭いあの工場の中をでパレットをもうほんと縦積みにずっとしてますから、まあ、そういったところでね取り回しをね小回りの効く取り回しのいいフォークリフトを使うっていうなるとですね、もうあのいわゆるリーシタイプ、まあジムラなんかもうプラッターって全部プラッターって呼んでますけど、プラッターもあれ多分あの商標かなんかですよね、多分ね、あのリーチタイプのフォークリフト立ってやあの動かすやつね、まあ、あっちを結局まああのレンタルしたんですけどね、まあ、そっちはまあ電気でバッテリーで動くタイプなので全然充電さえすればいいんですけどね。やっぱりカウンターでガソリンエンジンで動くってなるとやっぱ排気ガスがやっぱひどいっすね、古いタイプなん で工場の中を走るんでね、こういった外を走る分には全然いいんですけど、工場の中を走るってなるとやっぱり煙がこう工場の中にこう漂うわけじゃないですか。そうなるともう本当にね、あの自分なんかもう気分悪くなってきちゃって、窓を開けてたりとかしてもですね、やっぱり換気はそんなにうまくされないですし、本当にもうなんか夕方ぐらいになると頭痛くなってきてね、仕事どころじゃなくなってきてましたけどね、もうね、まあ、そういう意味では電気で動くっていうのは、まあ、ある意味、まあ、健康に対してはいいのかなって気がしますけどね。まあね、バッテリーですよね。バッテリーはね、本当に使ってる物質がね、かなり人間にとっては有害な物質使ってますからね、ある意味ガソリンよりかは危険っていう意味では、健康被害っていう意味では危険っていう意味では高いかもしれないですよね。だから一概に電気がいいなんていうのはあまりに安直な見方だと思いますけどね、まあ、何せよそのガソリンスタンドの減少が思わぬところで煽りを食らってるんで、俺もねなかなかあんまりこうそういうことをねあの言ってる人って自分はまあ見たことないですけど、メディアとかでね、まあ、結構電気のフォークリフトとかに置き換わってるのかもしれないですけど、まあでもねまだまだ古いフォークリフトを使って、作業してる工場なんて山ほどありますからね、結構そのガソリンの問題っていうのは切実なんじゃないかなと思いますね。